まーす。お疲れ様です。今日ありがとうございました。お疲れ様です。あははは、お土産かな。ありがとうございます。おー、え、名前もサインも書いてある。ありがとうございます。あ、いいんですか。じゃあ失礼します。え、すごっ。ハワイのお土産と今度本が出るので私は、え、ありがとうございます。おー、あ、今までそのつんくさんが手掛けてきたものっていうことですか。すごっ。いや、こうやって見ると、あ、私のところもあった私のところもあった。こうやって見るとなんかすごいすごい寝れてましたかっていう感じですね。本当に今の作品全部載ってるデータが、いや、これ貴重かも。だから最近のとかも、その最近のというか私が卒業してそのハローのところとかもやっぱあるわけじゃないですか。これ見ると私も勉強できますねなるほどと。知ってる人ほぼいないかもしれないっていうごちゃ混ぜラブっていう曲のこととか私これ今でも歌えますよ。そう、なんかつんくさんとのレコーディングでなんか好きなもの、遊園地の好きなものをなんかこうその場で言ってくみたいな、ジェットコースターメリーゴーランドみたいな、で本番だからなんかもう自分ですごい焦ってきちゃって、もう最後わかんない、なんだっけって言ってるのがそのまま使われてるみたいな懐かしい。あ、私の YouTube を見てくれてるんですね。時間もマジでなかったのにさ、確かに確かに、本当一人サクッと撮れるぐらいの感覚でしたもんね、スケジュールも。そういうこと、一発テイクなことも多かった。そうですね、本当にハロプロ以外とかもだってあるし、本当につんくさん、つんくさん何人いたんだろうっていうえ、でも卒業して時間経つけど最近モーニング生とか見たりする。あー、でも最近のモーニングってやっぱその YouTube とかでダパンプのメンバーの方とちょっとなんかダンスでコラボしてたりとかするやつを見たとき結構衝撃受けましたね。なんか、え、めっちゃかっこいいじゃんって。あとやっぱボーカルの子はこの子なんだなとか、ダンスはこの子なんだなみたいなのがちょっとずつその私の中でも把握できたりとか。でもなんかやっぱ昔はすごい個性の集まり、まあ、それもそれで私たちも楽しくやってたけど、最近はすごい、なんだろう、時代に合ってきたというか、その時代に合うそのメンバーと、あとはそのパフォーマンス力とか元のその基準値の高さみたいなものを見ると、私よく入れたなって何週か見るの違ってたら小室さんの日やったかもしれないし、まあ、どっちが良かったかは分からんしね。まあそうなんですよね。だからちょうどドリームだったりとか、その ABEX とそのハロープロジェクトっていうか、まあ、つんくさんプロデュースのオーディションが同じような時期にあったんで、たまたまモーニングの先だったんですよ、タイミングが。で、私モーニングの方を受けて、まあここで落ちたらもう一個ちょっと、まあ、数日後というかあるからそっちも受けてみるかみたいな気持ちだったっていうのもあるん で、しかもなんかラブマシーンで私はオリコン1位とかミリオン行ったとか全く、なんだろう、その時知らないし、それが嬉しいものだとも思ってなかったし、本当メンバーが隣でもうみんなでこう、わーよかったねってやってるのも、へーっていうような感覚で見てたけど、でもなんかそれがあってなんか世間に認めてくれてるような感じになったじゃないですか、その私が入ったっていうことが。だからこれも私は運とタイミングとなんか巡り合わせだと思ってるっていうか。アサイアンスタッフはだいぶざわついてたよ。そうなんだ
私はもう朝やスタッフに当時自分がすごい子供だったから、なんでこんなに意地悪するのよみたいなぐらいにしか思ってなかったんですよ当時は。やっぱりなんかもう全部撮るじゃないですか、何してるところも撮るから、もう本当にもう全部撮らないでよみたいな、私は今一人で泣きたいのみたいなとか、結構ちょっとすれ気味でしたそう、でも今振り返ったらありがとうとかって、ね、そうそうなんですよ、本当あれが全部なかったら逆に全然違ったと思うんですよね。あそこまで全てを撮ってくれていて、なんだろう、いろいろ盛り上げてくれたからこそ、その私のいろんな面が知ってもらえて、なんか今につながったっていうのは思う。だから本当に当時すごいやっぱ子供だったから、多分つんくさんにもこれやだあれやだとか態度とかでもいろいろ、なんか口でもなんか例えば誰か使ってでもなんかこう話し通してもらうみたいなことがあって、でも今大人になると本当になんかすごい子供だったなとか、なんか思うことは多々ありますよね。思いましたブンブンしてる時はあったよね、確かにそうそうなんですよ。福ちゃん、そうね、福村さんとも会えたのよかった。そうですね、現役メンバーとなかなか接点もなかったので、なんか番組とかで私がその AKB の子たちとコラボしたりとか、その中でモーニングも同じ番組に出てたりとかして、私が逆に気になってましたね、その私今こっち出ちゃってるけどなんか大丈夫かなって思う時もあったんで、なんか今年ハロプロってかモーニングが25周年とかそういうので、たまたま私と同じライブの日にライブをやるんですよ、代々木でやるっぽくて、私ちょうどそこ大阪にいるんですけどね、なんかタイミングあったらこういうのもいいなって思いました。いや25周年だよ、なかなか25年前25周年考えてなかったからね。30年楽しみに、そうですねそうですね、私も来年25周年になるので、またこういい区切りの時に何かアクションさせたらいいなと。今ですか、37で、もう9月で38になるんで、そう思ったらわかる。まあそうですね、だって中澤優ちゃんとかがもう50とか、そう確か私のお姉ちゃんと同い年ぐらいなんですよ、だからそうだったと思う。そう5年経ったら40超えてますね、43とか42ぐらいかな、頑張らないとちょっと衰えないように、ね、ずっと歌を続け、今だから続けたらいいなと思って、そうライブは定期的にやらせてもらえるようにというか、まあ、自分でも頑張れたらなっていうのと、あとはファンもなんだかんだ言ってついてきてくれてるファンと新しく出会うファンとかも全然いて、何でそんな私を知ったっていうぐらいまだ10代の子とかがファンになってくれたりとかしてるので、あなたというか言われたことで音楽的に何を記憶してる、やっぱでも21世紀の歌のレコーディング時のリズム、一人だけそうみんなでこう円になって歌う中、やっぱ一人だけ入ったばっかりっていうのもあるし、そのリズムが違うっていうのが自分ではなかなか気づけないけど、やっぱりそういうところを見てて分かってるというか、そのアドバイスをくれるっていうか、最近思うことが何にも言われなくなったらおしまいだなと。そうだからなんかこうなんか言ってくれてるうちがちゃんと見てくれてる証拠だし、それなんだろう、考えてくれてる証拠だから、なんかそういうところ、だからつんくさんは私が入った若い時はそのリズムとかやっぱそういうところはこう横でレコーディング中もこうやってやりながら一緒にリズム取ってくれてたりとか、やっぱそういうところはすごい今でも覚えてますね。そう言ってくれる人がいなくなってもみたいな、そうなんですよね。だからもう昔のわがまま少女だけにはなってないですね今はずるい女とかもなんかカバーさせてもらったりとかして、でもやっぱりなんだろう、ずるい女を
歌ったりとかするときに、その聴いてるファンの子たちがすごいやっぱよく思ってくれてたりとかしてる声が多かったんで、なんかね、つんくさんの当時の映像いっぱい見ちゃいましたね。私もこれやった方がいいのかなとか、そう、あとなんかこうやって地面にこうやってるこうダンスがあって、え、ちょっとすごくないみたいな。こんだけ改めてまじまじ見ると結構動いてるんだけどと思って、そう、めっちゃ踊ってたんですよ、ずるいような。だからね、私もなんかそれぐらいのノリで、なんかそう、あんまりイメージを遠くもしたくなく、そのカバーなんだけどやっぱつんくさん味を感じたいとか、歌い方とかもちょっとつんくさんっぽさを感じられるような癖入れたいなとか、そう、そういうのは意識してましたね。そう、撮ってました、うん、顔でもなんか撮ってる気がしたつんくさんの、うん、やっぱ後藤に俺から思うことは、とにかく続けてほしいなって思います。そうですね、うん、ファンの皆さんと共に成長して、そう、ファンのみんなも一緒に成長していきたいなと思ってますね。頑張ります。はい、ありがとうございました。本もめっちゃ貴重かもしれない全部載ってる。ありがとうございました。すいません